大家好，我是阿维兰奇的某 A， 欢迎回到 Astabreed。 经过了上期感人的序章后，终于来到了正片。在玩正片之前，本想的是一章分一 P 的，不过玩了之后发现一章的确太短了，所以这次给大家带来的是一到四章的内容。那么我们就开始吧。無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ。何でもできるんだな、フィオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置だ。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。これでけえ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん。ではこのまま加速進路に入る。諸君らも送るな。了解。
悪いから真似しないでちょう。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。来たと思われてる。ちくそ、行かせるか。ご飯の…どうする。人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってる。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ天野君。ごめんなさい。君のことは信用している。
隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたい。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。ヘイト君、この種も機関リタアクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグラートさんは。ねえ、ミリノ、迎撃しなさい。そう、うまく脱出してくれよ。
隊たちも競技会に挑まれているの。この戦いが先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのヌーチクの力で目をさっぱりぶち壊してあげる。死ねー、エスコー、それなれしいぞ。お前私の可愛い氷出し、一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ、氷出しとか本当にやりかねないだろ。それでも食べて相手は前なんだ。大丈夫、奴らは無事との機械化しすぎた命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうですか。私たち、もう違っちゃったんだ。まるでアーセント。イオリンが見事なところで。私たちの何も。ただ、イオリン、私は、私は。さようなら、ミオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは業務の重要な側だ。お前たちの働きに感謝する。早いぜ、あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。今までの敵とは違う。これが奴らの本来の戦力。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスエリートだな。取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。エオは確かにルークスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。心外だわ、あなたにそんなことも言われる。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。
伊斯特之后会怎样呢？ 敬请期待下章吧。